people。 平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか。平野啓一郎です。トムセン陽子です。受験シーズン真っ只中ですね。マスクとか防寒対策でなんとか乗り切ってほしいものですが、はい、平野さん、落ち着いて臨めるようなそういうワンポイントアドバイスいただけますか。もうでもやっぱり今の場合はもうちょっと本当に健康面の心配っていうのはね、やっぱりみんな一番大きいと思うんで、とにかく元気でたどり着けたっていうことに自信を持ってもらいたいですよね。静かな気持ちでテストに臨んでほしいですね。受験生の皆さん頑張ってください。頑張ってください。そろそろいい時間スタートです。 People 平野圭一郎のそろそろいい時間。 People 平野圭一郎のそろそろいい時間。改めまして平野圭一郎です。トムセン陽子です。今回もリモートでお送りします。はい。さて、この一月の平野さんはというと、まずはこちら、はい、メルカリマガジンにて冬の物語をご担当されました、はい、作品は天井裏の時計、はい、こちらはどういった経緯でのご執筆だったんですか。まあ、メルカリっていう会社が、まあ、皆さんご存知の通り、こう物を捨てないっていうのを一応なんていうかコンセプトにしてる企業らしいんですよね、はい。何でも捨てずに自分が必要なくなっても誰かの手に渡ればそれがまた、活用されるかもしれないっていうようなことらしくって、うん、でまあその捨てないっていうことに、まあ、着目した何かこうストーリーを考えてほしいっていうことで、まあそういうのをこうウェブ展開の上でもこう、まあ、一つのストーリーと合わせてこう会社のコンセプトをみんなに理解してほしいみたいな、ようなことだと思うんですけど、ただ実際に書くときにはそんなにこう宣伝っていう感じじゃなくて、もう割と自由に書いてくださいっていうのことで、僕はちょっとコロナ禍の状況の中で東京脱出する人たちが地方に家を建てようとしたときに、ちょっとこう思いもかけない出来事が起きてみたいなことをストーリーにしたんですよね。はい、私も読ませていただきました。 ありがとうございます。そのコロナ禍で若干ギクシャクしてきたような、うん、そういう夫婦がまた、うん、まあ、一つのこのぬくもりのあること出来事でね、まあ、作品のタイトルにもありますけど、その時計、うん、夫婦間の時計もこう巻き戻されていい関係になっていくみたいな、うん、そうですね、ところもコンセプトとしてあるんですかね、はい、うん、そうですね、まあ、うん、そのなんていうのかな、やっぱり媒体によって書くもの結構変わってきますから、本当に文芸誌で書くものは、まあ、ちょっとこう本業としてかなり重たい内容とか、うん、こうシリアスな内容とかも書きますけど、こういう時にはね、もうちょっとこう日々の読み物としてみんなが受け止められるようなものを書きますんで、うん、まあそういった話になってますんで、はい、今でもまだ読めますんで、皆さんぜひご覧ください、はい、平野さんの他にも江國香織さんですとか太田光さんの作品も掲載されているということです。ぜひご覧ください。はい。さあ、そして1月19日に発表されました第166回芥川賞ですが、はい、選考委員からご覧になったこの芥川賞、うん、今回いかがでしたでしょうか。うん、かなり高水準の作品が工作の中に何作かあって、はい、議論は割とこうなんていうか盛り上がりましたけどね、うん、でもまあ最終的には、砂川文治さんのブラックボックスっていう作品が受賞して、はい、僕もこの作品はね高く評価をしていたんですけど、していたので、まあ、受賞には賛同したんですけど、もっと高く評価してた作品があったんですよね、はい、それは九段理恵さんのスクールガールっていう小説で、はい、これはね、いわゆるこう 毒親物っていうか、うん、母と娘の、まあ、関係が非常に悪いと、で母親にこう虐待されたとか、まあ、そういった物語が結構ね、こう小説だけじゃなくてエッセイとかでもいろんな人の口を通じてこの感覚語られてきて、うん、まあ、その母娘ものなんですけど、そのね、娘の方がもうちょっとグレタさんとかに影響を受けてるような Z 世代の、うん、典型的な若者で、もう14歳とかだけどその YouTuber とかになって、
世界中にこうすごい、まあ、なんていうか環境問題とかのこうアピールとかをしてるようなあの娘なんですよね。で母親のことをね、もう完全に意識の低い古い世代のあのバカ扱いしてるんですよ。あ、だからかつてのその母と娘のこう関係っていうと、やっぱり母親が虐待して娘はもう一方的にねいじめられてて、お母さんどうして私の気持ち分かってくれないのっていうのをこうもう家の中に閉じこもった世界の中でこう密室で起きてることっていう感じだったんだけど、はい、この小説はね、娘がもう早々にネットワークをインターネットを通じてもういろんな人と通じて、うん、もう自分たちは賢い、親の世代はバカみたいな感じの、うんうんうん、あの世界観になってるんで、母親との対立も、母親もね、そのなんかこう娘をいびる母親っていうんじゃなくて、うん、その娘からバカにされてる母親っていうあの位置づけなんですよね。で彼女は自身は子供の時に母親から虐待されていて、その自分も虐待の連鎖を繰り返したくないっていうんで、うん、娘にこう厳しく接することもできずっていうような、うーんっていう、まあすごく現代的な話なんだけど、それをあの太宰治の女生徒っていう短編があって、はい、それをちょっとこうなんていうのかな、あの下敷きにしながらというか、それをこうなんていうかこう使ってあの展開してる話で、まあスクールガールっていうのもあのその女生徒っていうとこから来てるんだと思うんですけど、まあ、すごく凝ったあの面白い作品で、僕はあの、はい、かなり傑作なんじゃないかなと思ってあの選考会に臨んだんですけど、すごい、うん、熱がすごいですね。なんか賛同する人とやっぱり否定的な評価が真っ二つに分かれて、うん、三角は一つもなかったんですよね、うん、丸か×かって感じ で丸の数だけで言うと実はね一番多かったんですよ。うん、そう、丸三角罰で評価するんですね。そうですね、まあ、だから最初にケツを取るんですよ。で丸が1点、はい、三角が 0.5 点、罰が0点っていうので、うんうん、みんなのその得点をこう集計していくんですよね。これは多分昔からやってんだと思うんですけど、はい、それでね、だから例えば丸が3つであと全部罰と全部三角の作品とかあったりすると、うん、得点的には全部三角の方が高くなるとかいうこともあるんですよね。で、まあ実を言うとね、こう砂川文治さんの作品は周りの人もいたんですけど、三角の人は結構多かったんですよね。それで、まあ僕も実はそうだったんですけど、で、だから周りの数だけで言うとスクールガールの方が多かったんですけど、それで、まあ2作、同時受賞ってのもあるんじゃないかっていうんで、かなり僕はあの食い下がったんですけど、はい、まあでもやっぱりね、それぞれの作家の人が言い悪い、まあっていう、まあ悪いって言うとあれだけど、そのよく書けてるかちょっと足りないかっていう判断をご自身でしてるので、うんうん、それがねやっぱ覆るってことはなかなかないんですよね。まあ罰が三角になるぐらいのことっていうのは ありますけど、はいはい、だからまあちょっとね、今回は砂川さんの単独受賞で、まあこの作品もすごくいい作品で、まあ現代の、ギグワーカーの生活を描いて、まあちょっとこう堅牢士とかが映画にしてるような世界を描きながら、まあ最終的にはちょっと犯罪を犯してしまって、刑務所に行く男の人の話なんですけど、まあ、そういう主人公がこう人生のどこでつまずいてしまうのかっていうようなことがすごくリアルに克明に描かれていて、まあこれも本当にいい作品だったんですよね。ですから砂川さんが受賞すること自体は僕も良かったなと思ったんですけど、はい、ただスクールガールもちょっと惜しかったなっていうのは、うん、願わくばダブル受賞、そうですね、ただダブル受賞が続いてるんで、はい、ちょっとね、あんまり毎回ダブル受賞っていうのもどうかなっていう気もしますけどね、うん、前回もダブル受賞だったんで、うん、三島賞はね、うん、ダブル受賞は認めてないんですよ。あ、そうですか。必ず一人ってことになってて、だからね、その選考の最終局面ではね、やっぱ芥川賞の選考よりもこう三島賞の選考会の方がちょっと緊迫感がありましたよね。
際はどうしてもどっちかに決めなきゃいけないっていうことになると、うん、割とこうシリアスな、あのシリアスというかシリアスアフターショーの選考会もそうなんだけど、なんて言うんだろう、議論はちょっとこうヒートアップする傾向が多少ありました、ね、まあみんな理性的だからそんな怒鳴ったりとかいう人はいませんけど、うん、やっぱりちょっと言葉の往復が、うん、激しい、うん、そうですね、まあ結構何往復もするって感じの議論になりますよね。その一方で直木賞はダブル受賞となりました、うんうん、今村翔吾さんの西洋の盾と米沢ほのぶさんの黒老女、うん、この2つが、ダブル受賞ということになったんですけれども、はい、ね、こちらもお読みになった作品ってありますか？いやないんですよそれが。あ、そうですか。なんか今村翔吾さんのインタビューの映像を私は拝見したんですけれども、うん、こう号泣されて、あ、そうですか、はい、うん、なんか今回が3度目の、ね、はい、ノミネートで念願の受賞だったそうで、直木賞っていうのはね、あ、すみません、直木賞っていうのはね、はい、その芥川賞と違ってちょっと今はもう必ずしも新人賞じゃないんですよね、うんうん、だから結構キャリアを積んだ方が受賞されたり、はい、する賞になってるんで、ただまあそういう中では37歳っていうのはちょっと比較的若いのかもしれないですよね。そうですね、今村さん、うんうん、まあ、ただ30過ぎても夢は叶うんだっていう、うん、それを子どもたちに見せることができて、うん、本当に良かったっていうふうに涙ながらにインタビューお答えになっていた、うん、その姿が印象的で、うん、非常に人間にあふれる方なんだなと思って、うん、読んでみたくなりましたけどね、うん、はい、というわけで、第166回芥川賞そして直木賞の受賞作品振り返ってみました、はい、今日はこんな曲からスタートです。マイルス・デイビス、トゥトゥ。 People 平野啓一郎のそろそろいい時間。お送りしたのはマイルス・デイビスでアルバムのタイトルチューン、トゥトゥでした。はい、このアルバムのタイトルにもなっています南アフリカでアパルトヘイト撤廃に向けた運動を推進してきたノーベル平和賞も、ね、うん、受賞したデズモンド・ムピロ・ツツ元大主教が、これは昨年ですね。そうですね、12月ですね、しました、はい、うん、90歳でした、はい、まあ、マイルスがこの、まあ、マイルスは、ね、そんなにこうなんていうか政治運動に積極的に参加してっていうわけじゃなくて、ではい、まあ、チャールズ・ミンガスとかそういうの熱心でこうストロキとかストライキとかやったりのしてるのに対して、ちょっとこうミュージシャンの活動、まあ、それでこうコンサートを例えば何て言うかな、こうやらないとかね、何かそういうのはミュージシャンとしての活動として違うんじゃないかみたいなことを自伝の中ではこう感じていったりしてたみたいなことは言いつつ、はい、ただ一方でまあ差別はだいぶすごく受けてるので。そのそれに対する政治的な発言というのは事情的にはよくしていて、で特にこう80年代以降はアパルトヘイトに対してはすごくこう積極的に発言をしていて、まあ、批判をしていて、アパルトヘイト撤廃のためのチャリティーアルバムとかに参加したりもしてたんですよね、うん、まあ、そういった中でツツっていうのをそのアルバムのタイトルにしたんだと思うんですけど、はい、まあ、1986年ワーナーに移籍した第1弾で、まあ、トミー・リピューマとマーカス・ミラーとの、まあ、コラボレーションで作ったアルバムで、うん、まあ、80年代の復活後のマイルスの中では、まあ、その翌年の87年にグラミー賞最優秀ジャズインストゥルメンタルパフォーマンスソロ部門を受賞してますし、まあ、代表作と目されているアルバムですけどね、うん、まあ、全ての楽器をマーカス・ミラーが自宅で録音して、もうそれにマイルスが後でこう音を乗せたっていうような作りで、 それ以前の本当にバンドがスタジオに入ってみんなで録音するっていうのを、まあ、マイルスがやめたというかですね、そうじゃないやり方でも音楽は作れるっていうので、こうまたこう新しい取り組みを始めたっていうことの一つとも受け止められてるんですけど、うん、やっぱりね、今聞くとちょっとね、そのうん、まあ、家で作った音楽的な、やや、なんていうのかな、こう、緊張感を欠くような、タクロック風の雰囲気もあるんですけどね。うん、ただ、まあ、だからこその完成度の高さみたいなのもあって、うん、
まあ、その中でやっぱり僕はタイトルチューンのこの筒っていう曲が一番アルバムの中では好きですけどね。その筒のことを思って、その思いっていうのをサウンドで表現したっていうことなんですかね、これアルバム。いやーどうかな、まあその辺はちょっとマイルスも適当なんで、ね、あの曲作った後後で なんかタイトルつけようと思ってつけたんじゃないかなって気はしますけどね、あんまりなんかそういうこう何々のために演奏したみたいなことを言わないんですよね。あんまりというか全然言わないんですよね。まあ、そのアルバムのタイトルとかに重視しない感じですか？全く重視しないですよね。何でもいい。だから、本当に、なんていうか、ワイト島のライブの時に、ダイレクションズって曲から始まるメドレーをやって、はい、その時も、それをビデオに、映像とアルバムを作る時に、レコード会社の人にこれなんて曲にしたらいいんですかって聞かれて、Call it anything って言って、あ、そうだ、そうそう、それそのままそれが、なんか聞いたことあります、ね、そうそう、タイトルになったりとか、Call it anything、そうそう、I don't care ってことです、ね、そのままもうクレジットされたりとか、あと、まあこの後 Easy Movie っていうラッパーと一緒に最後のアルバムを作るんですけど、はい、Do Bop っていう、その時もね、その最後にプロデューサーになった Easy Movie がそのアルバムのタイトルどうしましょうかって相談したら、もうそんなの知るかとお前が考えろって言われたとか言ってそういう、まあそういうインタビューでイージーモービーが言ってましたけどね、だからで何になったんですかちなみに。ドゥーバップあ、ドゥーバップ、そっかそっか、まあじゃあ特にその、彼は思ってっていうことではないけれども、まあ、タイトル中になっているっていうね、そうですね、ただなんかね、ジャケットはちょっとね、はい、こだわりがあったみたいで、はい、大体一頃ずっとガールフレンド のポートレートとかを使ったジャケットにしてましたし、このアルバムは石岡英子さんがデザインして、はい、アービングペンに写真撮影させてるんですよね、でこの頃はねやっぱりマイルスもこうプリンスとかマイケル・ジャクソンとかにちょっとこう嫉妬していて、こう自分のアルバムが彼らほど売れないのはやっぱりこうジャズ部門とかいうくくりの中でレコード店でもその隅っこに追いやられてるからだとか、そのジャケットがこうだからとかやっぱいろいろそういうことにこだわり出して、石岡英子さんのところにこう直々にお願いに行って、はい、アートディレクションやってもらったみたいなんですよね。だからモノクロ のアップの写真。そうですね。だから石岡英子展、ちょっと前にね、東京と現代美術館でもありましたけど、その時にもその、ペンが撮ったマイルスのポートレートも展示されてましたけど、はい、かなりね、やっぱりこう背景を焼き込んでこう真っ黒にして顔だけをドアップにして使ってるんで、はい、元の写真はね、もうちょっとこう、なんていうのかな、まあ、アップはアップだけど、こう、やっぱ加工前の写真っていうのはある意味もうちょっとポートレートっぽいんですよね、普通の。だからそれが見れてね、ちょっと去年の展覧会は面白かったですけど、最優秀アルバムパッケージ賞っていうのも、そうですね、まあ、だからジャケットですよね、ジャケットの賞もらってますね、はい、そんなアルバムトゥトゥからマイルス・デイビスタイトルチューントゥトゥお送りしました。はい、それではもう一曲ここでお送りしましょう。ウェイン・スミス、アンダー・ミ・スレンテン。平野啓一郎のそろそろいい時間。お送りしたのはウェイン・スミス、アルバムのタイトルチューン Under Me Slenten でした。はい、1980年に、プロデューサーのロイド・キング・ジャミー・ジェームスと一緒にですね、キャリアをスタートさせた、ウェイン・スミスなんですけども、その4年後にリリースしたのが、はい、この曲で、まあ、非常にチープなですね、リズムトラックに乗せたこの、まあ、レゲエっていうのはね、ちょっとこう当時新鮮だったんですけど、なんでこの曲を取り上げたかっていうとね、このバックトラックになってるキーボードのリズムっていうのはカシオの、キーボードに入ってるリズムパターンなんですよね。でそれを作ってたのがね、日本の、まあ、歌手の女性の社員で、最近彼女のインタビューがネット上に載ってたんですよね、はい、それがねもうすごく面白くて、彼女はもう大学音大に行ってて、当時はまあ音大って言うとやっぱりみんなクラシックの勉強するっていうような雰囲気の中で、レゲエで卒論を書いたような、もうすごいレゲエの大ファンで、ボブ・マーリーの来日も行ったとかいうような人で、でまあ、その自分がやりたいと思ってた時に、歌手はちょうどキーボードを発売するっていうタイミングで、
それがこうプロジェクトとして面白そうだからっていうんで入社して、彼女はキーボードの開発の担当の一人になって、キーボードの中にこうバックトラックをねこう入れなきゃいけないっていうんで、そのロックとか、ジャズとかいろんなパターンのリズムトラックを入れてって、その中でね、もともとはレゲエっていうんじゃなくてロックっていうバックトラックのスイッチに入れてた音だったらしいんですよね。ただまあ彼女自身がもうすごいレゲエマニアだったから、まあロックのつもりでビート作ったんだけど、そのまあレゲエっぽいっていうわけでもないと思うんですけど、それがまあ本当に不思議な、なんていうかな、展開で、そのレゲエとかのミュージシャンの間でね、この、そのバックトラックがこう面白いっていうことで、そのキーボードのリズムもそのまんまフィルインから何からそのまま使って作った曲がこれだったんですよね。でそれがもうすごく大ヒットして、で世界中でヒットしたんだけど、その頃にはね、彼女はまたちょっと他のことであまりにも忙しくて、レゲエからもちょっとややなんていうのかな、距離が離れてしまっていて、あんまりその自分が作った曲がそんなにっていうんで、こうすごいこうなんていうのかな、そのことにこう、まあ大感激して、わっとそのことで嬉しくてっていうよりも、もう他のことが忙しくてみたいなことだったらしいんですけど、まあ今になってインタビューしてて、やっぱり非常に光栄でっていうようなことを、日本 .com っていうサイトで話していて、すごく面白い話だったんで、ぜひインタビューも読んでもらいたいですね。平野さんから事前にそのリンク、記事のリンクを送っていただいたので、私もそのね、インタビューを拝見しましたけれども、すごく興味深くて、しかも、その女性の方の写真も載ってましたけれども、本当にレゲエ好きなんですかっていうような、全然、ね、そういうふうに見えない方だったので、その意外性も面白かったですし、あとこの歌手のキーボードのことを、このウェイン・スミスのタイトルから取ってスレンテンって呼ぶんですね。あ、そうですね。もうその一つのなんていうかパターンとして、はい、リズムパターンとして、その後スレンテンの曲ってはね、もうたくさん作られてるんですよね。いや、非常に興味深い記事でした、ウェイン・スミス「アンダー・ミ・スレンテン」お送りいたしました。平野啓一郎のそろそろいい時間。People、 平野啓一郎のそろそろいい時間。さて、引き続き気になる話題はというとこちらです、はい、岩波ホール54年の歴史に幕。ああ、そうですね。ミニシアターの先駆けとなった東京神保町の映画館岩波ホールが7月29日に閉館との発表をしました、ホームページによると、新型コロナの影響による急激な経営環境の変化を受け、劇場の運営が困難と判断ということです、1968年に音楽や演劇なども上演する多目的ホールとしてオープンしたんですが、その後映画館として運営、社会派ドキュメンタリーや文芸作品などこれまで65カ国271作品の埋もれた名作を上演してきました、神保町のこのね、岩波ホール、何度か足を運ばれたことはありますか？そうですね、まあ、ケンローチとか、アンジェイ・ワイダとかですね、はい、まあ、ベルマンとか、好きな監督の映画も結構ここで見ましたし、最近だとですね、アンコンっていう映画があって、まあ、はい、安心の安に魂って書くんですけど、これは中国の周大新さんっていう作家がいて、僕も向こうで対談したりとかして、まあ、ちょっと知ってる作家の方で、まあ、非常にいい人なんですけど、はい、中国ではもうすごく有名な作家で、映画化された作品は12、3作ぐらいとかっていうような、すごくポピュラーな作家なんですけど、その人の作品が、まあ、日中合作のような感じで作られて、ちょうど1月28日まで岩波ホールでやってたんですよね、はい、で、まあ、ちょっと終わっちゃったんですけど、まあ、それもすごくいい映画で、まあ、この岩波ホールで上映するっていうことを知って後にその岩波ホールが、まあ、終わりになっちゃうって閉館するっていう話を聞いたんで、なんかちょっとね、またその何とも言えない気持ちになりましたけど、映画もすごくいい映画だったんですけどね。他にどうですかね、気に入っていたのに残念ながら閉店してしまったっ
という、うん、そういうお店などって平野さんの中でありますか？まあレストランとかやっぱいろいろありますよね、うん、あの久しぶりにちょっと去年の年末前ぐらいはちょっとコロナも落ち着いたんで、はい、あの外食でもしようかなと思ってネットでホームページ探したらなくなってたとかあ、ね、っていうのは結構やっぱりありましたね。うん、私もあのスタジオコーストっていうライブハウスが、ああ、うん、1月で完になるっていうことで、ライブハウスとかはね、うん、結構やっぱ ZEP とかもなくなるとかね。あ、そうですね。いろいろありましたね。はい、たくさんのね、なんかこう思い出を本当にありがとうございましたと言ってですけど、うん、まあとにかく残念ですね、このコロナの影響で、ね、そうですね。岩波ホールも54年の歴史に幕を閉じるということです。うん、曲はジャパニーズブレックファスト、Be Sweet。People。お送りしたのはジャパニーズブレックファストのアルバムジュビリーから Be Sweet でした。はい、2021年、去年、発表されたアルバムで、はい、グラミー賞のベストニューアーティスト部門にもノミネートされてまして、うん、まあ、ミシェル・ザウナーのソロプロジェクトなんですけども、はい、まあ、名前がねすごくこう、まあ、インパクトがあるっていうか、ジャパニーズブレックファーストって何をイメージしてるのかなっていうのは、ね、どうですか、ジャパニーズブレックファーストって言われたら何て言います？ジャパニーズブレックファースト、うん、納豆ご飯ですかね。納豆ご飯僕はね、なんか焼き鮭とかね、なんかそう、あ、本当に日本人で毎朝焼き鮭食べてる人あんまりいないと思うんですけどなんかホテルとかの和食か洋食かみたいなチョイスで言うと、やっぱりねそれこそ納豆とか焼き魚ちょっととかね、なんかおかゆとかご飯とか、まあそのイメージですよね。でも多分あの名前をつけた人たちが日本に来て、日本の家庭のジャパニーズブレックファーストじゃなくて、ホテルとかでイメージしてるジャパニーズブレックファーストなんじゃないかなと思いますけどね。ビュッフェのね、ビュッフェでこう自由に取ってみたいなところで、うん、とか、まああとこう、なんていうの、セットみたいな感じで、セットでね、うん、うん、ただ別に曲が全然ね、ジャパニーズブレックファーストって感じの曲でもなんでもない、はい、あの非常にちょっと懐かしい感じの、あのキャッチーなポップソングですけどね。もうあのイントロ流れた瞬間から、あ、うん、好きって思いました。そう、なんかまあトムセンさん好きそうな曲だなと思いました、はい。すごいあの気になったのでいろいろ調べちゃいましたけれども、うん、あのお父様お母様かな、だから韓国の方なんですね、うん、あ、うん、うん、っていう、あのこれからちょっと注目していきたいなと思いますけれども、ミシェル・ザウナーによるソロプロジェクトの、はい、ジャパニーズ・ブレックファースト、昨年リリースされたジュビリーアルバムから Be Sweet でした。はい、さてここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介しましょう。ラジオネームチェックメイトさん、30代の男性の方です。はい、平野さん、トムセンさん、いつもポッドキャスティングで聞いています。ありがとうございます。東京在住です、うん、ここ1年半くらいずっとほぼリモートワークが続いていて、気がつくと10キロも太ってしまいました。多分長く家にいるので運動不足だったり、すぐお菓子とか食べてしまうことが原因の一つだと思います、うんうん、自分のズボラさにうんざりです、うん、というメッセージまあね、僕も太りましたからね、はい、特に一昨年はで一回やっぱ体重落として、はい、でも正月にやっぱりまたちょっと一回太りましたよね。ああ、そうですか、うん、お餅とか食べました？まあ餅とかもそうだし、やっぱり実家に帰って親戚とかと会ったりして、うん、やっぱ結構ね飲んだり食べたりするんですよね、うちの親戚は。そうですね、だから、うん、それで、まあでもまあ10キロ太るとちょっとねやっぱ重たいかもしれないですね、生活しててもね、うん、少しずつ減らした方がいいかもしれないですけど。そうですよね、まあ、うん、なんて言ったって運動かな、どうですかね、うん、まあ運動で、でも運動だけで痩せるっていうのは無理だって言いますけどね。あ、まあまあそうですね、うん、だからやっぱり食事の中で、うん、まあ食事というよりまず
間食を控えるとか、そうですね、まあ、栄養に差し障りのない部分からちょっと改善していくっていうのがいいんじゃないですかね。あと、平野さんはその成功例として前も伺ったかもしれないですが、うん、その昨年お痩せになった時は何をされたんですか？まあ、酒量を減らしたっていうのが一つあって、お酒の量ね、ぐさあ、そうですか、酒量からいきましたか。あとね、やっぱりまあこれはちょっといろんな意見もあるみたいですけど、僕はやっぱ炭水化物を減らすと適面に痩せますよね。あとはそのあれですよ、朝のあのベーコンとかを代替肉にしたっていう。ああ、そうですよね、それは前からおっしゃっていた。まあでもやっぱりね、量食べたら太りますよ。で、量減らせば痩せますよ。でなんか食べ癖がつくとね、本当にね、僕もこう体重が増えていくと、注文するときにね、なんか足りないんじゃないかなって気がするんですよ。ウーバーイーツとかね、特に頼むときにね、特にこう分量がちょっと分かりにくくて、ちょっとこれだけじゃ足りないんじゃないかなって感じがしてね、なんか余計なサイドメニューとか頼んだりするんですよ。で食べきたらやっぱりうわ多かったってなるけど、はい、注文しちゃったからもう食べようかなとか食べたりしてるとやっぱ太るんですよね。で痩せていくとね、やっぱりあんまそう思わないんですよね、足りないんじゃないかとか。そうなんだ、食べ癖っていうことなんですか。まああると思いますね。あとね、僕ね、食べるのは早いんですよ。はい、それでね、それが良くないってことはもう、まあ、よく言われるじゃないですか。あ、よく言われますね。なんかこの前久しぶりに横尾忠則さんのアトリエに行った時に一緒にお弁当みたいに食べたんですけど、はい、その時もね、平野さんちょっと食べるの早すぎるよって言って注意されてあ、横尾さんから注意、そうなんですよ、もっとゆっくり噛んで食べないと、はい、うん、っていう言われて、まあそうなんですけどねっていう話をしたとこなんですけどね、なかなかね、ゆっくり食べれないんですよ。これは昔からこう僕の課題なんですけど、お腹空いてる時についついね、こうガッと食べてしまう、すごいスピードだっていうの分かりますけど、お腹空いてなくてもね、空いてなくてもこれはね、僕の持論なんですけどね、食べ物ってあんまり噛まずに飲み込んだ方が美味しい気がするんですよ。なんかね、ずっと噛んでるとね、まあ、ぐちゃぐちゃになってくるじゃないですか、口の中で。味もなくなってくるし。そうですけど。それをいつまでもこう、噛み続けてるとね、なんか美味しくなくなってくる気がするんですよね。だから美味しいうちにね、飲み込みたいんですよ。なんかよく、それでもね、早食いの人もね、いますよね。何十回とかって言いますけど、確かにずっとね、噛み続けると、確かにそれだって、ご飯20回も30回も噛んでたら、はい、気持ち悪いじゃないですか、ぐちゃぐちゃになって。でね、結構早食いの人にこの話するとね、分かる、そうですよねって言って、みんなね、やっぱ飯は早く食べた方が美味しいですよねって言うんですよ。でね、やっぱついつい早く食べちゃうんですけどね。あ、それも一つ、理由の一つで。一つなんですよね。だからまあ、よく噛もうとは思ってるんですけどね、なんかこう、ずっと噛んでるとだんだんこう飽きてくるっていうかね、美味しくなくなってくるかも飲み込んじゃうんですよね。まあなんか分かる気もしますけれども、その部分に関してはね、まあ、あの食べる、そうですね、量だったりとか、今おっしゃったみたいに間食を減らすっていうところから始めてみてはいかがでしょうか。チェックメイトさん、はい、はい、ありがとうございます。番組へのメッセージお待ちしています。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアで OD と検索、その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。ではここで今回のトミーズチョイスです。はい、受験シーズン真っただ中ということですから、受験生に向けて頑張れのエールを私からちょっとですね、こう曲に乗せて、お送りしたいなと思います。はい、ワンリパブリックというですね、コロラド出身の6人組バンドなんですけれども、はい、ボーカルがライアン・テダーっていう人で、彼はプロデューサーとしても活躍されてて、ビヨンセだったり、マルーン5とか、あと、私たちのテイラー・スウィフトちゃんなんかもね、プロデュースとか、あとその詞を提供する作詞家としてもすごく活躍しているだけあって、歌詞が本当にどの曲も歌詞がすごい、こう人生の教訓みたいな、そういうあのリリックが多くて、とてもですね、大好きな思い入れの深いバンドなんですけれども、そんなワンリパブリックから Run ってね、走れっ
ということをひたすら言っている、うん、壁にぶち当たってもうダメだと思うまでとにかく走るんだっていう、うん、そういう、リリックになっております。受験生の皆さんもね、ぜひ走り抜けてほしい、そんなエールを込めて選ばせていただきました。 One Republic Run People 平野啓一郎のそろそろいい時間。トミーズチョイス、平野さんいかがでしたでしょうか。トムセンさんはこういう歌詞が好きなんですか。好きです。そう、あ、すいません、ちょっとあれですか、ド直球すぎましたか。いやいやいや、なんかすごい古い話ですけど、昔爆風スランプっていうバンドが本当にランナーですか。うん、そう、いやでもね、うん、まあ元気が出るんじゃないですかね、受験生は。うん、あのね、全然関係ないんですけどね、さっきちょっと言ったけど、ついに僕ね、テイラー・スウィフトのドキュメンタリーを見たんですよ。あ、はい、最後まで。よかった、どうでした。うん、まあいろいろ苦労してるんだなっていうのはよく分かりましたけどね。うんうん、あの中でもやっぱりその名言っぽいことをテイラーちゃんがね、一番最後のシーンかな、うん、なんか言ってましたけれども、うん、そういうグッとくるなんか人生の教訓みたいな、私大好きなんですよ。まあ、ああいう風にして曲作ってんだなとかいろいろ発見はあったけど、なんかでもカニエ・ウェストと揉めた話が、ね、あ、ありましたね。やっぱちょっとあれはかわいそうでしたよね。邪魔されてね。うん、そうそうそう、そうステージ出てきてと。ね、うん、でもやっと見ていただいてよかったです。はい、でもなんかあのドキュメンタリーを見てより好きになったっていうわけでもなかった、ね、なんか別に嫌いになったわけでもなくて、こう、現状維持ですか。印象はあんまり変わりませんでした。あ、変わりませんでした。うん、じゃ今度、次回はテイラーを持ってこようかな。Run Republic Run でした。はい、ピーポー、平野啓一郎のそろそろいい時間。本心、三好とネットを介して会話をするようになってから、母は目に見えて快活になっていった。最初の再会の時、彼女は僕と同様に涙を流したと言った。それを聞いて、僕は彼女に一層心を開いた。一度だけの依頼のつもりだったが、彼女自身が時々母と話がしたいというので、そうしてもらうことにした。ネットで何度かやり取りをして、僕は彼女が2歳年上であることを知った。普段から仮想空間に入り浸っている彼女は、僕よりも適応が早く、アクセス記録を見ると、その後、3日に1度は母と会話をしていて、長い時には2時間にも及んでいた。当然、僕は彼女の孤独も察した。母は生前、仕事のことをほとんど話さなかったが、そういえば昔、三好さんと修学旅行の男の子が連れてきたハムスターを一緒に探したことがあってね、こっそり連れてきてて、夜中に泣きながらうろうろしてるから、かわいそうになって、と初めて聞くようなことまで語った。他人の中に眠っていながら、母の肉声を通じてはついに聞くことのなかった出来事が、他にもいくらでもあるはずだった。その一つに触れて、僕はひどく嬉しかった。そんなことあったの？笑顔で応じると、母の表情も一段と明るくなった。僕は、母と話をするときの声が大きくなっていった。母の困惑した表情を見たくないので、自由視の話題には努めて触れないようにしていた。母の方から話を切り出すこともなかった。親しい人とのやりとりの結果、僕との会話も深みが増すという野崎の助言は確かにその通りだった。考えてみれば、僕が生前母と語り合ったことも、メディアで目にした情報というより、誰かとの間で生じた日々の出来事が大半だった。三好だけでなく、さらにいろんな人との学習機会を持たせれば、母の言葉ももっと彩り豊かになるだろう。僕には語らずじまいだった思い出も、息を吹っ返すに違いない。僕が学習させたのではないことを語り出すことで、母はますます母に近づいていく感じがした。
このバーチャルフィギュアに致命的な不具合が生じれば、僕は二度目の母の喪失を経験するだろう。そんな風にさえ感じた。People. 平野啓一郎のそろそろいい時間。アルバムウォーダンスからコロシアムセカンド、キャッスルズ。はい、まあ、この曲今の時聞いてる人いないと思うんですけどね、僕はね、なんか大学時代結構このバンド好きだったんですよね、うん、いわゆるこう70年代のイギリスのジャズロック、まあちょっとフュージョン入ってるようなバンドなんですけど、うん、まあゲイリー・ムーアっていう後にハードロックの世界でこう非常に大成功したギタリストが、シンディジーっていうバンドに入る前に在籍していたあのバンドで、はい、あのまあ、インストゥルメンタル中心のバンドなんですけど、まあ、何曲かゲイリムは歌ってる曲もあるんですよね、うん、で今日聴いてもらったのはバラードなんですけど、僕はねこの曲全然好きじゃなくて、このアルバム聴くときはいつもスキップしてたんですよ、はい、でなぜかね、うん、この年末年始にこう忘却の彼方からこの歌が蘇ってきて、忘却の彼方から、ね、誰が歌ってる曲か分からなかったんですよ、はい、でこの曲って何の曲だったかなっていうのをね、もう散々あの鼻歌で検索してくれるアプリとかわざわざダウンロードしたりいろいろやれどもやれどもね、たどり着かなかったんですけどね、はい、ひょんなことでからね、なんかそのエレクトーンのね話になって、そのエレクトーンってね、すごいこうラッシュの曲とか、ね、ラッシュの YYG っていう曲とか、はい、なんか昔のプログレとかフュージョンとかの難しい曲とかをね、親がそういうの好きで、その影響を受けて小学生ぐらいの子供がエレクトーンで一人で全部それを演奏しちゃうみたいなね、うん、動画とか結構たくさんあるんですよね、はい、でそれを見てる時にね、そのコラッシャム2の曲をやってる小学生っていうのがいて、はい、それを見てた時にふとね、あの思い出した曲ってこの曲だったと思ってアルバムを聴いて思い出したんですよ。あ、それでね、よくよく聞くとね、結構これは実はいい曲なんじゃないかっていう気がしてきて、この年明けによく聞いてたんですよね。なるほど、そういうことで。うん、で普段はね、結構もうバカテクバンドで、割とキメの多い、あの激しい曲をあの演奏してる人たちなんですけど、この曲は割としっとりした静かな曲なんですけどね。何とも思ってなかった曲が、その年を重ねてまた再び聴いた時に、うん、実はすごいいい曲だったじゃんって、うん、これは音楽ラバーあるあるですよね。私もすごく経験があります。うん、だからやっぱりね、アルバムっていう形で作ってるからこそ結構起こりうる現象かなって気がするんですよね。一曲寄せ集めでアルバムじゃなくて、当人たちはいいと思ってるけどファン的には微妙みたいな曲が何年も経ってみるとね、やっと彼らがなんであんな曲を収録したのか分かったみたいな、確かに結構いい曲かもしれないみたいなね。そうそうそう、うん、アルバムね全体をこう通して聞いた時に欠かせなかったんだなとかね、うんうん、ありますよね、うん、はい、コロシアムセカンドのキャッスルズ、じゃあすっきりしましたね。あ、すっきりしました、そうよかったですキャッスルズお送りしました。はい、そしてお聞きいただいた朗読は今回も本心からでございました。 Facebook がメタっていう会社名に変わって、メタバースっていうのはちょっともうトレンドワードみたいになってますけど、はい、そういう世界になって、まあ今は結構ビジネス寄りのところでワーッと盛り上がってきたり、こうゲームがどうとかっていう話になってますけど、人間の心の空白をこう満たしてくれるような存在としてのこうバーチャルフィギュアみたいな話も、うん、まあきっと出てくるんじゃないかなと思っていて、はい、まあそういう意味ではちょっとね、またあの本心という小説、まあそういうことをテーマにした作品なんで、はい、未読の方はぜひまた読んでもらいたいなと思っています。そんなお母様の、ね、バーチャルフィギュアをどんどん学習させていく、ああ、そうですね、そういうシーンでしたね、うん、はい、はい、ぜひ、試験勉強の合間の気持ちのリセットにもいかがでしょうか。ピーポー、平野啓一郎のそろそろいい時間。お送りしたのはサナンダ・マイトレイヤアルバム TTD テレンス・トレンド・ダービーからダンス・リトル・シスターでした。はい、デビュー作で、まあ、当時はですねテレンス・トレント・ダービーっていう名義だったんですけど、まあ、その2001年にサナンダ・マイトレイヤっていう名前に改名して、はい、マイトレイヤっていうのはね、日本語で言うと弥勒菩薩のことなんですよね。
弥勒菩薩。弥勒菩薩って仏教でいいでしょう。はい。あののことをマイトレイヤーって言うんですね。マイトレイヤーって言うんですか。うん、だからね、仏教徒になったのかなと思ったんですよ、僕は。当時ね、うんうんうん。そういうわけではないらしいんですけどね。うーん、まあ、クリスチャンだっていうふうに、ちょっと調べると書いてありましたけど、はい、まあ、当時はね、ポストプリンスっていうか、もうビジュアルも結構、特にデビューの頃は、ちょっとこう、中性的っていうか、うんうん、で、こうダンスもうまいし、声もね、非常に独特で、まあ、僕はやっぱりこのファーストアルバムが好きでしたけどね、一番。うん、もう思わず、フーとか、うん、イエーイとか、愛の手を入れたくなるような、うんうんうん、ファンキーサウンドでございますね。はい。はい、うん、サナンダ・マイトレイヤーの Dance Little Sister でした。People 平野啓一郎のそろそろいい時間。ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。はい。さあ、平野さん、明日はバレンタインデーなんですね。うん、お子様とか好きな子にプレゼントあげたりもらったりっていう、そのお子様とかとのファミリートークありますか。うん、まあ、子供はね、やっぱそういうのは楽しみですけど、ちょっとコロナがあるからね、今どうかなっていうのもありますけどね。うん、でも、うん、まあ、自分が子供の時は、なんかバレンタインデーってのは罪作りだなと思ってましたよね。罪作り、すごく嫌でしたね。なんか嫌でした。まあ、小学校とか中学生ぐらいだと、こう異性とかでもこう微妙な関係ってあるじゃないですか。微妙な、別にこう、うん、お互いにこう好きとも好きじゃないと思うってわけじゃないけどみたいな、うん、でもなんかこう決断を迫られるような、うん、感じがするんでしょ。バレンタインするとチョコレートもらえるのかなとか、うん、なんかだから嫌でしたね。なんかその上げるこちら側、その女の子側も、私もその振り返って思うのは、うん、確かにその決断迫られるっていうのはあったなと思って。そうですよね。そんなにすごい好きだったわけじゃないのに、うん、告白しなきゃみたいな、あ、見切り発車でちょっとなんかやって失敗したりとかね。だからどうかな、今の若い子はもうあんまりそうじゃないのかな。あんまり女の子が、うん、チョコあげるみたいなのもね、ちょっとどうかみたいな感じもするし、お互いになんか、うん、まあね、ちょっとしたもの、まあ付き合ってる人同士が贈り物するとか、まあ本当に仲いい友達同士でとかいうのあるかもしれないけど、うん、ちょっとこう、なんて言うんだろう、運命をかけて告白みたいなっていうのはあんまないのかもしれないですよね。そうですね、うん、でも普段なかなか買えないようなチョコレート、うん、ショコラティエ、ショコラショップみたいなのが、ね、うんうん、デパートに登場したりとか、ね、期間限定で出たりとかするので、それでこう自分用のチョコみたいな、まあね、それがいいですよね、期待かなと思います、うん、はい。番組へのメッセージお待ちしています。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックお願いいたします。はい。来週のこの時間は広金健一さんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は平野啓一郎、そしてトムセン陽子でした。それでは、平野啓一郎のそろそろ